原中克幸は、日本の医師、医学博士、18代日本医師会会長。1940年、福島県浪江町を生まれ。1966年、日本大学医学部卒業。1967年東京大学医学部に入局。日本大学医学部客員助教授を経て、1977年、アメリカスローン・ケタリング・ガン研究所客員。 研究員となる。1 9八十年東京大学医科学研究所、内科医局長、1 9九十年東京大学、助教授、1九十一年、医療法人案人会大保病院理事長、委員長、1九十三年社会福祉法人、筑保園理事長を歴任。まかべ郡医師会副会長、茨城県医師会理事を経て、二千年茨城県医師会、 副会長、日本医師会大議員。2004年茨城県医師会会長を歴任。民主党との間で蜜月を構築し、医療政策へ影響力を与え、日本医師会理事を経て、民主党政権下である2010年から2012年まで、第18代日本医師会会長を務め、2010年に行われた参議院選挙においては、民主党より同僧である、 安藤隆夫を擁立した。また、日本会議代表会員を務める。2017年4月、朝日、重光明を受賞。理事長、原中克幸病院のご案内、医療法人案人会 HP より、ありがとうございます。